親が鬱で自分も鬱になりました。以降、友達恋人を作る際に自分という存在を負わせてしまうことに罪悪感を感じます。身近な人の鬱状態が人にどんな影響を与えるのか身をもって味わっているので、しかし自分はどうしても深い付き合いができないのか寂しさで辛くなります。どのように折り合いをつけていけばいいでしょうか、ということですね。確かに親のね、鬱を間近に見ていて、子供ながら親がね、鬱っていうものに飲み込まれてしまって、なんだかこう得体の知れないもののように感じて、すごくこう心配する、恐怖を覚える、不安になるという経験をしてきたのかなと思いますね。でもその今あなたが出会ってる人は子供じゃないんですよね。なのでまあ大人の人と出会うので、まああなたが感じたような恐怖っていうのはそんな影響を与えられることはないんじゃないかなという気はまずしますね。でまあ障害がある人がですね、他人とどう付き合えばいいのかっていうのはまあ確かにね悩みますよね。でその自分がなんかすごく悪い影響を与えるんじゃないかっていうふうにもまあ思う気持ちもよくわかりますが、まあ相手は強いんですよね。相手は同じような弱さを持ってないし、崩れることもないので、そこはご安心くださいって感じかな。深い付き合いをするかしないかは相手が決めることなので、そもそも。あなたは別に普通に付き合っていけばいいし、いや、それはなんか嫌な思いをさせてるかもしれないけれども、まあそれを補ってあまりあるね、魅力を伝えてもいるわけだから、それでいいんじゃないかな。むしろね、それが億劫というかね、重荷になる人だったら離れていくと思うので、離れてる人を追いかけず、付き合ってくれる人と大事に、ね、付き合っていけばいいんじゃないかなと思いますね。それは決してその浅いものじゃなくて深いものに変わっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。